どうも、マニです。今回はですね、以前爆発寸前の牛ガエルをさばいた結果、中からっていうね動画をアップしたんですけども、その動画でさばいた牛ガエルのお肉を今回はね、我が家のオオトカゲたちに与えていこうかなと思います。我が家にいるね、5種類のオオトカゲたちがバクバクと牛ガエルを食べまくる様子をどうぞご覧ください。まずはアルビノのユズオオトカゲ。早いな。牛ガエルの足でかっ。足3本も食べれば十分なぐらいのボリュームがあるな。はい、のどぐろ。うわ、すごい勢いだ。でも飲み込むのは下手だな。お、いった。ふい、2本目。それはトングです。お前トング好きだね。それはトングです。こっちこっち、この中のもの食いなさい。ほら足、あ、違う、あ、もうやめて、あ、もう、あ、もういていていて、お前から出てきといて、尻尾打ちは違うでしょ。いていていて、お前がこっちに来たんだよ、俺から来たんじゃなくて。たくもう、いや地味に痛くなったな。うわ、ヒキガエルの、ヒガエルじゃねえ、牛ガエルの粘液がその中にくっついちゃうな。お家に帰りなさい。はい。たくよ。飲んだか。はい、さっき落としたやつ。おお。勢いいいね。はい、足3本飲んでくれました。はい、黒サルバ。早いね。このまだあんまり大きくない男たちには足じゃなくて手の方をあげてます。
目元から飲まないと飲みづらいだろそれ。よく食べるね。はい、というわけでですね、見事牛ガエル丸々3匹分の肉をオオトカゲ5匹でね食べきってくれました。カエルはすごくね食いつきがいいし栄養もいいしね、外来種駆除にもなるんで、これからもバンバン与えていこうと思います。